デカキン TV レディゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。カサです。いやいやいや早いってもうそんな弓矢みたいな感じで自己紹介するやついないでしょそんな。あなんか通ったなみたいな。おもろいツッコミやっぱりな。出てきてね、まだ出てきてないんだから喋らないでください。失礼いたしました。今喋らないでください。はい。いや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 パパパパいや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 はい、ということで今日はなんと、海作さんが来てくださっています。お願いします。ギリギリでしたね。ギリギリ海作さん言ってました。お願いします。本当にセーフです。はい、今日は一体何をするんですか。今日はあの、なんでみかん渡したの。急に撮影中にみかん渡すやついないでしょそんな。素顔じゃないですからそんな。うわーうわーじゃない、指当たってんで調子いいっすねマジでね。いや前回ね、あの雪大福を作らせていただいて、はい、あの天ぷら、はい、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、今日はまた違うことをやるってことですよね。そうです。お前やめろお前。何俺なんでみかんポケット入れたらまたみかん出てくるんだ。どんなシステムになってんねこれ。またみかんちゃんと直してください。じゃあ何をするか僕全く聞いてなくて、何をするんですかって聞いてる、はいはい、またみかん出てきたお前。家にもうみかん3個目入ってるポケットパンパンだろ。何やるんすか本当に。今日はですね、はい、実は僕に家族ができてるんで。もうそれだって僕分かってますよ、はい、それ見てますから。何個入ってんだまだあるでしょ。何かこのポケットからこのポケットに移ってるだけなんだよ。みかん出してください。もういらないですから。まだあと2つあったのに。まだ2つあったのに。まだ2つもあったのに。いやいらないですから、みかんいらないですから置いてください。ということでじゃあ、はい、めちゃくちゃを紹介したいと思います。あかわいいよなあれ。初めての対面なんで、はい、目をこうやってもらって。ここですか。いやいやいや独特なデビル系のバンドでしょそれ。こう、そう、まあそれでいい、それでいいです。あ、これでいい。ちょうどね、ブチャキシがなぜか下降りちゃったんですよね。ここにいてください。はい。ちょっと、はい。じゃあブチャー、こっちおいで。上おいで。あくびしてまん。ほら、海作さんに会えるよ。ブチャ、上おいで。うわ、うん、上おいで、上おいで。ブチャ、こっちこっちこっち。ブチャ、こっちね。あ、そのネズミも面白いけどね。ちょっとあのおもちゃあげようかな。じゃあデカキンさん、ちょっと待っててくださいね。デカキンさん、うちはちょっと今デカキンさんあげるね、上に。デカキンさん、ちょっと汗もつき。デカキンさんって呼んでいる。デカキンさん、みかん大量にポケット入るな。デカキンさん、はい、ちょっと待ってください。いや、まだデカキンさん、はい、いやまだ分かりました、分かりました、ちょっと待っててください。ここ絶対カットしないでくださいね。カットしていいとこだ。そのまま絶対使ってくださいね。なんでそんな。はい、ブちゃん、はい、上おいで、ほら。あ、落ち着いちゃった。いや、いい、鈴で回るシステムとか知らないですよ。鈴で回らないでしょ。はい、ブちゃん、おいで、ほら。あ、ブちゃん、ダメだ、今日は落ち着いちゃってるわ。あ、ダメですか。じゃあ、抱っこしますわ、僕が。え、せっかくなので。そんなん照れるじゃないですか、いきなりそんなん抱っこ。海作さんを抱っこするわけじゃないって。いや、いい、グニグニグニじゃないんだ。ブチャーおいで、よいしょ。はいはいはい、よいしょ。ブッチャーっていう名前なんですか。違う、ブチャ、ブチャキチです。はいはい、よいしょ。はい、ちょっと僕の汗も拭きましょうか。デカキンさん、はい、聞こえてます、聞こえてるよって。ブチャね、聞こえてるよ。ここ絶対カットしないでください。いらないだろ、この素材。はいはい、ブチャ、はい、じゃあ、はい、目を開けてください。はい。え、真っ黒なんですけど。いや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 、手置きないと、手置きないと。ブチャ脱走した。デカキンさん、はい、ちょっとブチャおいで。デカキンさん、はいはい、聞こえてますよ。全部使ってくださいね。使えないわ、あんまりこんな素材使えないわ。じゃあもう目開けてください。嘘でしょ。いやいや、ちょっとびっくりしちゃうんで、あの、お互いに声張ったりとかしちゃうとびっくりしちゃうんで。かわいい。じゃあちょっと遊んであげてください。これで、はい、まずは慣れさせるために。ほら、ほんとやほんとや。これをちょっとやってください。ほら、こちゃんの目も見てください。かわいい。あ、いい感じだ。もうちょっとだ、もうちょっとだ。知らないおじさんにしては全然懐いてる方ですね。そうですか。じゃあ、あんまり今声出さん方がいいですね。じゃあ、おいで。
かわいい。ありがとうございました。戯れてない全然。まだ全然戯れてないじゃん。まだ変ななんか赤いジャージの。ちっちゃったじゃん。ちょっともう。ちょっとごめんなさい。言うタイミングなかったんですけど。はい。僕猫アレルギーなんですよ。いや散々今猫を抱っこするために今頑張ってたじゃないですかみんなで、はい、どこで言おうかなと思ってたんですけどほんまに申し訳ないです。だからマジかよって思ってました。でも怖がってないですよね猫。僕動物大好きで、はい、っていうかまあ言っちゃうと僕動物アレルギーなんですよ。猫ちゃんも好きだし抱っこもしたいしワンちゃんも抱っこしたいんですけど抱っこしたりするともう毛がダメで毛でくしゃみが止まんなくなる。そうなんですよ。すいません。いや触ってないでしょ。いやまずちょっと僕すいません。何触ってないくしゃみで。ごめんなさい。なんだおい。ちょっとすいません。お前豚アレルギーかおい。いや豚じゃねえよお前。どうやら今日からなったみたい。今日からだ。とんでもないトラウマになってんじゃないですか今日の撮影が。トラウマにしないでください本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。どう気持ちいい？まだだからブちゃん俺を動かさないようにちょっと今椅子あ本当今空気椅子に近い状態でいますけど気持ちいいね。よいしょ。